돌아가요 돌아가요 나니카가 도구 나한테 이르도 아사야칸 지가 모에르 우마레타 와케가 이마 峠に凶暴な熊が住み着いた。その熊は村人からこう呼ばれていた。赤カブト。雪すさぶ雪嵐、眠ることも忘れこの手で築き上げた。そびえ立つ。大きな牙城人間だろうが熊犬だろうが俺の城に近づく奴を容赦なく殺す行こう最強の男たちがいる四国へよさこいよさこいかかってこい黙れこいつ。こそ、てめえなんと鼻から眼中にねんだよ。電話どうした？俺の狙いは小隊長の弁だ。誰だそこにいるのは？弁、私よ。その声はクロス。なぜここに来た？少しだけ。全然無礼許してくださいビルタグラこれが俺たちの挨拶でね小僧お前の挨拶はこれまでか何のために俺たちがここに来たと思ってるんだよお前のためだお前らを助けるためにわざわざ引き返してきたんだぞ待て俳優の王宇の力か何か知らぬが笑わせやがる全国に君臨する我ら四天王を置いて他におるまいたった一人でも見捨てはしない今日がボスの言われた約束の3ヶ月目の夜にあたるあの月を見よう月のシャワーを優しく浴びると思い切り今日生きたやつにはもっと大きな明日がきっと来るのさ決死隊は熊の上からの攻撃を防ぐために先陣を切り正面から敵の顔面に食い下がるのだやらせてくださいこの銀
たった今決死隊に志願いたします。迷いはない、ためらいもない、この手で築き上げた、そびえ立つ大きな画像、我ら十三人の兵士隊、赤い画像地獄に落ちろ。貴様死ぬ気だな。死んではならんぞ、ベニカズ。この血が一滴も残らず我が身からなくなる前に、せめてこれから生きる若者たちのために道しるべをつけてやるのが我ら老兵の使命よ。ここは俺に任せろ。いえ、ベンには借りがある。たとえこの身が滅びようとも、ベンだけは死守してみせる。リキ、死んだのではなかったのか。リキ、おめまで、おめら親子でわしに課せられた使命を果たすというのか。皆の者、突っ込め、突撃。流れ星が走る幼い